物事に対する考え方や捉え方が大きく変わっていくかもしれません。趣味趣向も変わる可能性がありますので、皆さんこんにちは、スピチャリッチ山林です。今日もありがとうございます。明日1月22日午前5時53分に水瓶座で新月を迎えます。今回の水瓶座の新月は新しい世界、新時代への移行を促します。風の時代は水瓶座の時代という言葉は聞いたことがある人も多いんじゃないでしょうか。そして今回新月が起こる第一ハウスは自分自身を表すハウスでして、今はここに5つの天体が集中していますので、新しい自分へとアップデートが進む新月となりそうです。水瓶座は12星座の中でも11番目の星座、固定観念がなく広い視野を持ちマイペースで自由を好む風のエレメントの星座です。水瓶座を表現する言葉は I solve、 つまり私は解く、解決するというテーマを持つ星座で、この言葉からも象徴されているように古い価値観やルールを壊してオリジナルの新しい世界を実現することを得意とします。古い常識を壊し、そこに新しい風を吹き込む、革命家ということなんですね。そういう意味でもいつもなら選ばないもの、そして慣れ親しんだもの以外のものが開運の鍵となります。いつもであれば通らない道をあえて歩いてみるですとか、いつもなら選ばない色の洋服を着てみるですとか、いつもと違うお店で食事をしてみる、こういうふうにすぐにできそうな小さな変化を取り入れることで大きな変化を引き寄せるきっかけとなるかもしれません。それでは今日一つ目に、明日新月を迎える水瓶座の個性特徴をお伝えしたいと思います。新月は願い事に最適なタイミングですが、どの星座で迎えるのかによって効果的な願い方が決まりますので、ここは毎回とっても大切なところですね。それから2つ目に、ホロスコープから見た今回の水瓶座新月の期間に起こりそうなことや運に味方される方法についても分かち合いしたいと思います。そして最後3つ目に、明日の新月の願い事を書くときのお約束事と5つのルールをお伝えしていきます。新月はスタートやリセットの象徴で、新しい物事へのチャレンジ、あとは目標を立てたり願い事をするのにも最適な1日です。実際新月に苗を植えると他の日に植えるよりもよく育つということが分かっていまして、これだけでも新月の日は成長拡大していくエネルギーにサポートしてもらいやすいということが分かりますよね。新月や満月では月を迎える星座のパワーが強くなります。明日は水瓶座の新月ですので、水瓶座のテーマに沿って目標設定をしたり宇宙にオーダーをすると願いが叶いやすくなるということなんですね。では今日1つ目、新月を迎える水瓶座の3つの特徴についてお伝えしたいと思います。ちなみにこの水瓶座の特徴は、風の時代と言われているこれからの新しい時代のスタンダードにもなっていきますので、自分自身は水瓶座じゃなかったとしてもこれからのあなた自身の成功には大切なものになります。ぜひ注意深く聞いてみてください。水瓶座は革命家、自分軸、フレンドリー、自由主義、最新情報、独創的、義理人情に熱い、博愛精神、未来、IT、インターネットといったキーワードがあります。今回ピックアップしたい一つ目の特徴としては、常識にとらわれない自由な革命家です。十二星座は人の成長ストーリーを表していると言われていますが、前半の牡羊座から乙女座までの6つの星座では、自分らしさを確立するための自分探しの旅をして、後半の6つの星座では、周囲や周りの世界に意識を向けて、人や社会との関わり方の中で成長していきます。後半の星座の流れとしては、天秤座で広い関係を、サソリ座では深い関係を学び、伊手座では外に目を向けて、外の世界に飛び出していって、生きる意味や人生の目的に自分なりの答えを見つけて、ヤギ座で社会的な目的を達成させました。そして今回の水瓶座では、ヤギ座で完成させた価値観を壊して、もっと広い視野で物事を考えていきます。これまで自分自身で積み重ねてきた経験や知識、人脈、社会的価値観、そして肩書き、国籍や性別でさえも水瓶座にとっては枠でしかないということなんですね。これらの枠組みから解放された後に残るのは真の自分らしさなんですけど、これこそが水瓶座が大切にしている揺るぎない自分軸。水瓶座にとって当たり前だからとか、常識や社会通念に従うということ、そして人と同じようにしていればとりあえず安心だよねというような価値観は合いません。水瓶座の個性をそのまま生きられている人は、枠からはみ出た発言や発想をしますので、特に日本のような社会では、密かに周りからは変人だと思われることも多いかもしれません。
ただし人から変わってるねって言われることが最高の褒め言葉でもありますので、それは水瓶座が水瓶座らしく生きている証でもあるんですね。何事にもとらわれず、古い価値観や暗黙のルールを疑問視して自分オリジナルの新しいものを作り出す、そんな水瓶座が幸せに生きるにはどんな形であれ自由と革命が必要となります。今回取り上げたい水瓶座の2つ目の個性としては、フレンドリーで自分も人も尊重する自由主義者という側面です。おおらかで優しい水瓶座は誰に対しても平等で壁を作らず、どんな人とも仲良くなれるフレンドリーさの持ち主です。年齢も性別も関係なく誰とでも平等なお付き合いができる水瓶座は、人の違いを個性として捉えられるので、どんな人のことも否定はしません。あくまで個人や個性を尊重し合える関係を好むので、距離が近すぎたり束縛したりといった関係じゃなくて、自分らしく輝ける風通しのいい関係を求めます。ただ和を乱すということでもなく、周囲との調和を図りながら最大限に自由でいようと試みます。異なる個性を持つ人たちとお互いに尊重し合いながら新しい世界を切り開いていける、そういう関係が水瓶座が対人に求めるものなんですね。水瓶座の3つ目の個性として、あらゆる物事に感動できる豊かな感受性という要素があります。小さなことにでもすぐに感動して、そこから独自のアイデアがひらめく天才です。他の人が当たり前だと受け入れていることに対して疑問視して、より良い世界にするためにはこれからどうしたらいいのか、こういったことを考えられます。水瓶座は他の星座が気がつかないような世界の本質を鋭い角度から見ることができ、無限のクリエイティビティを発揮することができます。ですので新しく何かを生み出すクリエイティブな仕事にも向いていまして、非現実的な発想を思いつくのと同時に、それを実現させるような方法も考えることができるというように、思いを形にすることが得意なんですね。以上が水瓶座の特徴、個性ですが、なんとなくイメージが湧きますでしょうか。男性であれば太陽星座か月星座が水瓶座の方、そして女性であれば月星座が水瓶座の方は特にこの特徴に当てはまるのと、今回の新月からの影響も他の人たちよりも受けやすいはずです。特に女性は月星座が性格の大部分を占めているとも言われていますので、興味がある方は月星座、計算などの言葉でネット検索してみてください。それでは今日2つ目、ホロスコープから読み解く明日1月22日のメッセージをお伝えしたいと思います。今日もいろんな惑星やハウスの話が出てくるんですけれども、難しいなとか、なんかよくわからないなと感じるところは聞き流していただいて、あなたにとってピンとくる言葉を参考にしてください。まず1つ目、明日の新月は始まりや自分自身を表す第一ハウスで迎えます。そしてこの第一ハウスには太陽と月の他に冥王星、金星、土星と全部で5天体が集まっています。常識を壊し新しい風を吹き込むこの水瓶座の新月ですので、自分自身の外見や内面においても変わりにくいものを変えていくような力が働きます。水瓶座の風っていうのは思考の力も意味しますので、物事に対する考え方や捉え方が大きく変わっていくかもしれません。趣味趣向も変わる可能性がありますんで、いつもは選ばないような洋服に惹かれたり、新しい髪型にイメチェンしたくなったら思い切ってやってみてください。そして3つ目、拡大の星木星が新月を発展させる位置にいます。これはセクスタイル60度と呼ばれている配置でして、さらにこれが友人を表す第3ハウスにいます。これは趣味を通して友人関係が広がっていくっていう暗示なんですね。現代的なものや最先端のものは水瓶座の担当ですので、 SNS なんかのバーチャルの世界でもいいご縁に恵まれる可能性があります。そして4つ目、情報とコミュニケーションの星水星が秘密を意味する第12ハウスにいて、さっきの木星とは緊張をもたらす位置にいます。この緊張をもたらす位置っていうのはスクエア90度と呼ばれている配置ですね。今まで隠されていたことが表に出てきたり、ソース元が不明のニュースやフェイクニュースが拡散される暗示ですので、特に僕が気になることが一つありまして、コロちゃん騒動以降ですね、一部の SNS を中心に虚偽の陰謀論が拡散されるようになっていて、結構スピリチュアル界隈の人たちも振り回されているのが個人的にはここ数年すごく気になっています。現実離れしすぎた情報には本当に要注意だと思います。こちらお気をつけください。まあ、変な情報を鵜呑みにせず精査する視点を持つことで面白い発見がありそうな新月です。それでは今日最後3つ目のトピックです。
明日新月の願い事を書くときのお約束事と5つのルールをお伝えします。明日の新月は午前5時53分に迎えます。それから8時間以内の午後1時53分までが新月から特に強いサポートを得やすい時間帯になりますので、新月の願い事を書くのであればこの時間までにやるようにしてください。ただし時間的にこの時間帯までに願いを書くのが無理という場合は48時間以内でしたら OK です。24日午前5時53分までであれば月のパワーは有効です。そして月のエネルギーが落ちるボイドタイム、ボイドタイム中は願い事は極力書かないようにしたいところなんですけど、今回は新月の翌日23日の午後7時18分から24日の午前2時35分までの約7時間ボイドタイムが続きます。願い事を書くタイミングには気をつけられてください。願い事は A4 サイズ以上の紙に自分の好きな色の消えないペンで書き込まれるといいと思います。それではこの新月の願い事を書くときの5つのポイントをお伝えしていきます。1つ目は願い事1つにつき1つの簡潔な文章で書くということです。1つの文章の中にあれもやりたいこれもやりたいと願望をたくさん入れるとよくわからない文章になってしまいますので、願い事の数量は願い事一つにつきできる限り具体的に一つの簡潔な文章で書くと。そして願い事の全体の数は自分が今コミットできる数量に留めておいてください。2つ目は願い事は叶った体で過去完了形で書くということです。例えば私は北海道から沖縄まで日本全国旅しながら年収3000万円を達成しましたという感じで、もうそれが叶った後のこととして文章で書いてください。3つ目は主語を自分にするということです。誰それさんがいい人になってくれましたとか、誰それさんが願い事を叶えましたというような他人主体の願い事じゃなくって、私はこんな行動をすることで誰それさんがこういうふうになることをサポートしましたというように、あくまでも自分を主語にして願い事を書くようにしましょう。あの人がこんな風に変わりましたとかね、まあ、家族がとか息子がとか娘がとかね、この人の性格がこういう風に改善しましたという風に他人が変わることを願い事に書くのは全然本質とそれていて全く意味のないものになってしまいます。こちらはご注意ください。4つ目は自分だけじゃなく他の人も幸せにできる願い事を書くということです。願望を叶えていくにはここはとっても大切なポイントになります。自分が幸せになるっていうことだけじゃなくて、それが叶うことで他人も幸せにできる願い事だと夢はとっても叶いやすくなります。例えば私はオンラインサロンを運営して毎月300人の会員さんとご縁をいただくことでたくさんの方の人生好転に貢献しましたという感じで、自分の夢が叶うと同時に他者も幸せになるような願い事ですね。願い事の書き方5つ目としては、今回の新月に沿った願い事も書くということです。水瓶座のテーマでもある革命家、自分軸、フレンドリー、自由主義、最新情報、独創的、義理人情に熱い、博愛精神、未来、IT、インターネット、こういったことにまつわる行動、あとは第一ハウスのテーマでもある自分自身やスタートに関する物事についても願い事を書いてみてください。それでは恒例になりましたが、もしよろしければ予行演習として何か一つでもいいので、この動画のコメント欄にあなたの明日書く願い事を叶った体で書き込んでみてください。そして他の人の夢もぜひ応援してあげてください。他人を応援することでも自分の夢も断然叶いやすくなります。みんなで一緒に夢を叶えていきましょう。そうだ、明日はこの水瓶座の新月のヒーリング動画をアップします。明日の動画は新月から48時間以内に見ていただくことで効果を最大限発揮しますので、タイミングを見逃さないように今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。スピーチャーリッチサンリンがお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。